皆さんおはようございます。ただいまから領土に関する特命委員会を開催いたします。先生方に会う、早朝でご参加たまりありがとうございます。政府関係者あるいは、国会関係者もありがとうございます。今日は議題が盛りだくさんでございますので、できれば端切な説明あるいは議事進行に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。最初に石破委員長の方からご挨拶たまります。よろしくお願いします。わかりました。それでは、新藤委員長代理の方からまず最初にご挨拶ご報告をお願いいたします。私も挨拶は結構でございますが、一点ご報告でございます。この皆さんお手元の方に資料がございまして、日本海故障問題に関する一考察という資料があります。これは今ですね、このまさに熱い戦いになっておりますが、この韓国が主張する日本海は昔から東海ではなかったのかと、こういうことに対して、明白な歴史的誤りがあるということでございますので、それをですね、私どもでかつてこの領土委員会で勉強いたしましたが、それを私ので資料にまとめました。でこれをアメリカ政府とそれから IHO という国際水路機関関連の76カ国、さらに IHO の事務局、今総会がちょうど終わったところだと思いますが、そこにお届けをしております。ぜひ日本の主張でございますので、私どもは政府にですね、こういったものを政府見解としてきちんと反論するべきは反論しなさいと、国際社会に主張していかなくてはいけないと、こういうことを領土委員会で決議いたしましたが、今とりあえず私の方でまとめて諸外国に送ってあるものがございますので、ぜひ皆様ですね、手に取ってご覧いただきたいと思います。でこれ英文とそれからこれに対する和文がございます。ちょっと申し訳ありませんが、和文の方がついておりませんので、後ほどお届けいたしますが、塩崎先生は全部わかると思いますけども、いずれにしてもそういうことでございまして、ぜひご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。それは早速ですけども、議事の方に移らせていただきます。最初にパラオにおける中国漁船の違法操業取締事案、これ非常に、約人口2万人ぐらいの小さなパラオ、日本とも非常に友好関係がある国なんですけども、これは、中国漁船の、領海侵犯違法操業に関しまして毅然とした態度を取ったという事例でありますので、ご紹介の方をしたいというふうに思います。では外務省の、山内参事官、よろしくお願いします。おはようございます。外務省アジア対応支局の参事官をしております山内と申します。さあ説明させていただきます。今佐藤先生からご紹介ありましたが、パラオというのは広い意味でのミクロネシア地域でございます。お配りしてある2枚紙の後ろの方に地図がございまして、その左上の方に大きな全体像、日本から南フィリピンの東側でございますが、その約2万人の国パラオでございます。でここで起こった時系列でちょっとまとめさせていただきました。今年の3月28日にこのパラオの北部の離島のカヤンゲル州、ここは自然保護区になっておりますが、ここをその州の環境レンジャー保護官がこう見回りをしてたところ、3隻の違法操業船を発見したということでございます。追跡したけれどもスピードが速く逃げられたということでございます。でこの3隻の違法操業漁船というのは後に中国漁船と判明するわけですが、この段階では分からなかった。でやはりその州の環境レンジャーの世界ではこれは手に負えないということで、翌日国家の、公安局の、監視船が捜索を開始したということでございます。31日になって1隻を見つけ追跡した。でその近接しようとしたら体当たりして逃げようとしたということなので警告射撃をしたと。しかし漁船が停止しなかったので監視船はそのコードオブコンダクトに従いですね、漁船のエンジンに向けて発砲したと。その一発がその長弾というんですかね、跳ねてその中国の漁船に当たったということ事件が起こっております。でこの人物は後に死亡しておりますが、この同乗していた残りの5人はこの段階で拘留されたということでございます。で残りの2隻の漁船と母船の捜索をずっと継続していると。で4月1日になりましてその母船を発見しました。
でそこであの追跡を試み、銃撃などをしました。まあ、結果ですね、あの母船をあのその捉えることができたのですが、中国がその母船の船体に火を放ったと。でその上で、小型の救命ボートで移動したということで、その20名が逮捕されたということでございます。でこの段階でその先に、拘留した5名、それから ここで、あの逮捕した20名に関して、不法入国および許可証なしの違法操業という罪状で、刑事告訴等が行われております。で5日になりまして、中国側がですね、外交団を送っております。あの実はパラオは、台湾と国交を持っておりまして、中華人民共和国とはあの国交がないということでございまして、ミクロネシア連邦にあります中国大使館から2人の外交官がパラオを訪れたということでございます。ここで領事面会等が行われているようでございます。でその1週間ほど経ちました13日にですね、あの中国の漁船の乗組に関しては不法入国と違法操業の2つの罪状で有罪ということになりまして、1人あの1000ドルの罰金と17日間の収監ということになります。あの4月1日の告訴以来、4月2日からあの17日間ということでございまして、18日に、彼らはあのそこを解かれて、中国政府がその段階で用意したチャーター機で25名の中国人の乗組員は、それとあのいた人1名の遺体がですね、18日の段階で本国に送還されたという、こういう事案でございます。あの以上でございます。はい、どうもありがとうございます。今回パラオという小さな国でありながら、しっかりと、武器使用基準に基づいて警告、警告、それ警告射撃、あの非機外射撃としっかりこうやってると、これはアメリカ政府が教えてるらしいんですね、僕ら。で、しっかりそういう毅然とした態度を取ってると。我が国も本当見習わないといけない部分もある、だいぶあるんですけども、さらに中国の方は、母船に火を放ったと。この原因はの分かりませんけども、非常に怪しい部分があります。まあ、こういう事案があったということを NHK の方でもこれは報道しておりましたけども、先生方にご紹介いたします。山内さんの参事官と所要がありますので、皆様からご質問をいただいて、その終わった後退席を願いたいと思いますので、先生方からご質問ご意見があればお願いいたします。よろしいですか。はい、じゃどうもありがとうございます。じゃ続きまして、今日の、主題であります、2つの法律案、これについての議論の方に移させていただきます。最初に特定国境離島保全、振興特措法、これ仮称ですけども、これの検討状況について今説明をさせていただいた後、もう一つ、無人国境離島の適切な管理の推進のための法律案、これは、自民党の中に安全保障と土地法制を考える会という議員連盟がございまして、そちらの方でまとめたものをこの領土委員会と一緒になりながら、これを議員立法という形で国会の方に提出するというものであります。今の自民党の中にある宮越先生がおられますけれども、離島関係の委員会ございまして、そこで来年3月で期限を切れる離島振興法の新しいもの、これを、自民党が中心となり超党派で今今通常国会に出すべく今調整中と。でこれ基本的に今の離島振興法よりも保全の目的とか、あるいはさらなる現状に合った振興というものをメインに今作っていただいています。でこの2番の特定国境離島というの保全振興法は、今 離島振興法を考えているいただいているもののうち、特別の、この国境離島についてはさらなる保全措置、あるいはさらなる振興措置が必要だというものについて、さらなるかさ上げとかさらなる措置を行うということを考えている、法律です。例えば与那国島というものを例にとりますと、与那国島非常に国境で安全保障重要な島です。ただし海上自衛隊の船が入れるようなしっかりした港ございません。喫水が足らないという部分もあります。また、与那国空港滑走路の長さは十分なんですけども、海上自衛隊 P3C のようなものが、
フル装備で何回も離発着することは地対力の関係上できないということもありますから、そういう部分については保全の観点からしっかりと基盤整備というものを、行うべきだということも、対象に入れたのがこの、2番の法律です。3番の方は、国境離島のうち無人のもの、今話題となった与那国、尖閣もそうですけども、そういうものについては国やあるいは地方公共団体等が適切な管理を行うべきだということを、主とするあの法律なんです。それではまず2番の、特定国境離島保全の振興特措法、皆さんのお手元の方に、A4 縦紙の3枚紙がございます。これについて、参院法制局の方からあの概要を説明していただきます。お願いします。ただこれまだ要項の前のあらあらの項目立てをしているだけでございますので、皆さんからの ご意見を賜って、さらにこれをバージョンアップしていくという今段階でございます。ではお願いします。参議院法制局ご部員山口です。よろしくお願いします。それでは特定国境離島保全振興特別措置も仮想でございますけれども、これについての検討事項を整理したものでございますけれども、ご説明いたします。大きく3項目からなりますが、まず、特定国境離島地域の定義と、対象となるその地域の線引きですございます。定義につきましては、定義の案としてですね、2つの、要件を考えております。まずその地理的要件として、外洋に面し我が国の領域、排他的経済水域等の保全上重要な位置にある離島であるということ、そして2つ目として、その地理的要件でありますけれども、その保全振興を図ることが特に重要であるとする地域、これを、この2つの要件から、生み出したものを政令で定めるという、こういう定義の案を考えてございます。そしてその地域の線引きですけれども、以下の5つの、事情というものを総合的に考慮して、該当するか否かを、判断すると考えておりますけど、まずその離島の位置、それから、保全の必要性の程度とすると振興の必要性の程度ですね、それからその離島及びその周辺の、安全保障治安の状況、それからその、離島の近隣各国との交流の状況、そして、実務にその他の事項ですけれども、これらの5つの事項を、総合的に、判断するというもの。はい、読み上げるのはみんな読めますから、はい、端節に、はい、ポイントでお願いします。2つ目はその選定の手続きですけど、イメージといたしましては、その定める際にはですね、審議会もしくはその、関係都府県知事から関係市町村長、その意見を聞くものとすると、そういう要件を加えることをイメージとしております。3つ目の保全振興策でありますが、これは、振興策といたしましては、その、治安、安全治安の確保、そして、2つ目として特定、国境離島地域の保全、3つ目定住促進のための産業振興、そして、4つ目海洋保全、海洋環境の保全、5つ目国際交流、その他の検討ということ、6つの内容も8つのことを内容としております。まずその治安、安全治安の確保ですけれども、これは港湾整備とか空港整備、それから、その他のついての火災上げ、国保障の創設等を問題内容としております。それから、特定国境地域の保全ですけれども、これにつきましてはその、特に必要と認められる地域のですね、その施設の、地方公共団体やその国に準拠機関による買い上げと管理、さらにはその、土地の利用についての税の減免と合わせて、その開発計画や利用計画を許可制とするということ、それから、その離島へのですね、航路の確保、航空運賃の低減、燃料費の低減ということを、内容としております。それから定住促進のための産業振興でありますけれども、これにつきましては水産業の振興、農業、中小企業、民生施設の整備、地域の振興ということを言っております。
して、海洋環境の保全ですけれども、特にこれは漂着ごみの流出、そういう、の問題ですね、その流出国の地域の分析を行って、その対応を考えるということ、それから、ごみ処理能力の向上や施設を置くということ。で、国際交流でございますけれども、こちらでは、自治体等の国際交流事業の補助ですとか、その国による情報提供のため その各種情報の提供、通訳コーディネーターとの、そういう人材の、情報ですね、それから、我が国の意思を明確にするためのガイドの要請、そして、特定国境離島地域 の歴史的背景の啓蒙、こういうものが必要であろうと考えております。その他の検討事項としましては、航空機燃料税の減税ですとか、都市部における特定国境離島地域の啓蒙活動の推進、そして、その地域における民族文化で、伝承策の推進、これらのことを考えております、これはいずれもまだ項目を羅列したものでございまして、今後検討を、進めていく必要があるという事項でございます。はい、ありがとうございます。この法案の取り扱いですけども、基本的には離島振興法の方が先に、走っていて、それをこれが追っかけていくと。あと離島振興法の方でどこまでかさ上げをするかと、今回どのようにその上乗せできるかというものをに合わせて、さらにその足らない部分を上乗せするという部分が出てきます。で、今回離島振興法は国境離島を主体としているものではなくて、全般をこう見てますので、そういう面で、自民党としてやっぱりこういう特定国境離島はさらなる、保全あるいは振興が必要だというものについていろいろメニューを考えていく。で、基本的には離島振興法あるいは奄美小笠原沖縄振興法というものをいろいろ見ながら、そこの、大体かさ上げ率あるいはその、減税率というものもいろんなものを考えながらこの中に、ぶち込んでいくということにこれからなるというふうに思います。非常にまだ荒々の項目立てですので、特に離島国境離島を抱える先生方、国会議員の方先生方からもいろいろ意見をいただきながら、さらにこのメニューを、充実していきたいというふうに思います。基本的な考え方として、国境離島には住んでいただくことが日本の安全保障につながる、あるいは都市部から多くの人が国境離島の方に行っていただくことが安全保障につながるという発想、あるいはいざという時に、自衛隊警察海上保安庁がそこに行けるという部分の発想というものをいろんなものを入れながら行きたいというふうに考えています。例えば今回、もう南西諸島におけるパック3の展開において、宮古島と石垣島の方には配置をしたと。今予想されている弾道の直下の多良間島には配置しなかった。その理由が人口が少ないからだと防衛大臣はびっくりした答弁をしてましたけども、ただそれだけではなく、実は港も不十分なんだ、港の能力もいろんなものありますから、そういう面において、さらにこの議論を深めていきたいというのは今の段階であります。大臣なんか補足することあります？で、この項目についてはまだこれからですけども、この、法案、これは自民党の方でこれはやっていくんだというメッセージは次の衆議院選挙の公約の方にも入れさせていただいているという状況であります。先生方からご意見ご質問よろしくお願いします。宮古先生お願いします。ありませんが、現在の交渉状況について。私の方から離島振興法の一部改正についての実務者協議の状況について、報告をさせていただきたいと思います。まず国境離島というその条文は今回、与党から提案された中には入っておりません。民主はこれは入り口でこの国境離島については別途協議をするという合意をした上で進めておりますので、離島振興法ではこれは全てのこの指定離島を対象にしているということで、この中では行わないと、民主の方は付帯決議でどうかとこういうふうに言ってきております。
公明さんはですね、厳しい生活環境の改善といった文言を含む不足でどうかと、こういう話を今してきております。我々はですね、国境離島の保全と振興に関し国の責務を明らかにした上で、可及的速やかに別法で定めることを不足で明記をさせていただきたいと。で、同時に離島特区の、離島特区という、公明さんが言っておるんですけれども、これも不足に明記をするという話で合意しておりますが、それに加えて付帯決議にもこの離島特区を書き込むと、こういう話でありますから、この国境離島についても不足及び付帯決議で両方で書き込みたいというふうに主張させていただいております。で、補助率のかさ上げについては、この、一般離島についてもこの防災と環境の分野に限っては、沖縄並みの補助率ということを主張しておるわけでありますけれども、与党の方は予算が増えず補助率かさ上げになれ、なれば事業量が減ると、沖縄奄美離島の3段階のルールを変えるのは困難であるというふうな主張を今のところしております。我々やっぱり国境離島のことも睨んでですね、特に防災あるいはこの環境、こういうことに絞ってこの3段階ルールを見直すべきではないかという主張を今させていただいておりまして、明日午前中にこの実務者協議を開くというようなことになっております。現状状況はこういうことであります。はい、ありがとうございます。やっぱどうしても与野党協議になるとなかなかその財源の問題とか、あるいはそれぞれの、党 の、 あの安全保障に対する考え方の違いというものがあって、非常に宮古先生の苦労されて防災と環境ということが言えても、なかなか安全保障という項目はなかなか入れると多分なんかまとまらないと、入らないですね、はい、ということもありますので、やっぱ自民党は保守政党としてやっぱり特定国境離島は別だという位置づけで、こういう法案というものを、作って、やっぱり自分の国は自分で守っていくという意思を表示したいなというふうに思っております。離島振興法は基本的には全会一致でずっと来ているということでありますが、国境離島の問題についておそらく全会一致というのはとても無理なので、これは別途協議ということにせざるを得ないのではないかと思います。ありがとうございます。他の先生方からのご質問ご意見ございますか。私も佐藤先生と一緒に、また山谷先生とも含めて皆さんと勉強してきました。で、この問題がですね、非常にタイムリーなこの法案になりつつあるという意味において、ぜひこれ先生方と ご相談したいのは、順当にいけば離島振興法がこの見直しが行われて新しいものになった後に、送っていくということにしております。ただ一方で、その特定の離島ということになりますと、いろいろとですね、動きが激しいような整備を早めなきゃいけないところがあると思うんです。だその意味において、今お話がありましたように、与野党協議というのはこれまた非常にこの問題については難しいとするならば、自民党は自民党でですね、法案を早くに完成させて提出すると、これ、今回の自民党の公約の中には、選挙の公約の中にはこの文言のまま入れております。ですから、これは国会の審議の順番がいつになるかは別にして、これは法案として早く出した方がいいんではないかなというふうに私は思っています。それからこの今法案の中でですね、この港湾や道路空港というものが入ってきているわけでございますが、合わせて離島 の、 維持管理ということになりますと、電波管理施設ですとか気象観測、こういった施設も必要だというふうに思いますので、あえてこれはね、この島の中で見れるんですけど、電波管理や気象観測など、その島の安全やそれから生活機能の向上のための施設というものも入れた方がいいなと思いますし、もう一点は大きな2の離島地域の保全の中で、特定国境離島、特に必要と認められる土地は地方公共団体または国に準ずる機関がということになってますが、ここもですね、国による買い上げというのも入れてもいいんじゃないかというふうに私は思っております。そういったことも含めてですね、今日は方向性出していただければ、ぜひこれは急いで進めていきたいと、このように思うんでございますが、いかがでしょうか。はい、ありがとう。
ありがとうございます。この法案の進め方については離党委員会と連携させていただきながら、特に竹部委員長とのご考えもあるでしょうから、この連携させていただいて、での進め方を十分やっていきたいというふうには思います。あと先生方におかれましては、ここをこういうふうにした方がいいというようなご意見がありましたら、事務局の方まで、意見をいただければというふうに思います。他はよろしいでしょうか。はい、どうぞ。磯崎です。イメージとして、今この定義からすると、大体どれぐらいの島が対象になるようなことを想定しているんですか。これはかなり議論があるところで、多分選挙区の先生方にとっては非常に関心が高い分野だと思うんですよ。で、これものすごく関心高いんですよ。実は対馬に行ったり、この前新藤先生とも、五島市に行ってきたんですけど、ものすごく関心高いです。で、どんどんやっぱ国境離島っていうところは一般の離島以上に高齢化率がどんどん進んでて、若者の人口減少がすごい。で、なかなか国境離島ゆえに都市部から人が来てもらえないという部分もありますので、ものすごく関心が高い部分があります。だからこれをどういうふうに線引きするか、まさにこの、12345という、5つ の検討項目でいくんですけども、大体イメージを皆さんと共有できる分野で行きたいんですけども、あらで言うと多分、もう10以上は多分必要になると思います。で、自衛隊が今駐屯している国境の島ありますよね。そこは多分外せないことにはなるんではないかなと。国境のあたりで自衛隊が今いる島っていうのは、当然それなりの価値があって多分置いてるんでしょうから、そういうもの、あるいは自衛隊がいなくても、最近の中国、あるいは北朝鮮、あるいは韓国の動向を見ながら考えないといけない島という部分もあるんでしょう。これはまた実際これ選ぶときにまたいろいろ議論させていただきたいと思うんですけども、かなり多分それ選挙区を抱えている先生もおられますから、かなり離島委員会とも連携させていただきながら、ここは決めさせていただきたいと。最終的には政令を定めることになるんですけども、イメージはやっぱ非常に大事ですので、うちもイメージ案は一応叩き台はあるんですけども、今日はまだこれをお示しする段階ではないと思って今日はあえて示しておりませんが、少なくとも10以上にはなるというふうには思います。じゃあそれは加藤先生、離島を抱える地域の皆さん方は外海離島であれば全て国境離島だというような県まであるぐらいでありますから、数字は今の時点ではまだまだだと思います。そこで特定という部分を頭文字で付けさせてもらっています、はい、石田先生。今のと同じなんですけどね、要するに具体的に島の名前おっしゃいましたけどね、もうちょっと地図上の話なんですよね。だからここが、要するにそこがまだ決まってないんで、そういうの分かるんですけれども、我々ちょっともっと素人ですから、要するにこの次の無人国境離島とかですね、それから離島振興の対象とかで、そこがここが今分かってない、どちらかが分からないというような感じで、日本地図で、ある種のですね、そういう、線引きをして、これをどっちにするかという話を具体的に言っていただいた方が分かりやすいと思いますので、よろしくお願いします。了解いたしました。そこはちょっと次の前地図を一応出しながら、また議論を深めていきたいと思います。で、これについては出す前にまずインナーで少し議論して、整理をしていきたいなというふうに思います。よろしいでしょうか。こういう方向でさらに検討を進化させていただきたいと思います。それでは今日の一番の主題であります、無人国境離島関係について、これは安全保障と土地補正を考える会の、今日山谷会長の方にご臨席賜っておりますので、最初に山谷先生の方から、経緯趣旨をご説明願いたいと思います。お時間いただきましてありがとうございます。安全保障と土地法制を研究する会というのが去年の2月に立ち上がりまして、その時石破政調会長だったと思います。それで無人国境離島の適切な管理が必要ではないかと、領海接続水域を守るためにですね、国が調査をして、基本方針を出して、そして資源やいろいろな主権侵害などの問題等々を抱える島
は、国が収容することができると。で所有者に対しては特別控除などで、優遇をしていきたいというような趣旨で、作らせて、いただきました。先週総会に諮りまして、いろいろな意見をお聞きして、それをもとに本日法律案の要綱を出させていただいております。昨日茂木政調会長のところにも今日こちらの領土特命委員会で、皆さんのご意見をお聞きして、政調の正式のラインに載せていきたいと。で議員立法として、できるだけ早く提出したいんだという思いを伝えたところでございます。で武部先生、宮越先生のところにもご説明をいたしまして、ただコンセプトが違うものですから、これはこれで、やったらどうかというような、方向かなというふうには、思っております。でもう自民党の法制局長官と言われております磯崎さんがですね、非常にご尽力くださいましてですね、本日も説明いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは、磯崎先生お願いいたします。はい、前年上、無人国境離島の適切な管理の推進に関する法律案で、こちらはもう直ちに法案になるだけのものにはもうできております。まず目的でございますが、この法律は我が国周辺の海域にかかる海洋資源の監視の高まり、我が国の領域主権、主権的権利等を害する行為の発生等により、我が国の領域及び排他的経済水域等の保全する必要性が増大していると鑑み、無人国境離島の適切な管理の推進に関し基本方針策定、国による土地の収容にかかる措置、その他の必要な措置を講ずることにより、無人国境離島が我が国の領土であることの一層の明確化を図ることを目的とするということにいたしております。今山谷先生がありました、これはもう非常に国家管理的な法律でありまして、信仰的なのは、0% ではありませんが、ほぼ 0% に近い法律であります。以下ご説明です。まず定義でありますが、無人国境離島とは何かということでありますけど、無人でありますので、住所を有する者がいないということ、それからその下の丸一からまさに言えば汽船を有する島、地図が後ろについてると思いますが、後ほど見ておいてください。それから汽船を有する島からの距離が12海里以内である島、それから直線汽船ということで、要はその汽船がこうデコボコあるときはまっすぐこう海を通せるというのがあったんです。それの内側12海里にある島と、その3つを無人国境離島という定義をいたしております。括弧に括弧3を飛ばしまして、第3の基本方針ということで、政府は基本方針を定めなければならないと。で基本方針は括弧になりますように、管理の推進の基本的方向とか、政府が講ずべき施策、それから、国境と離島土地の調査に関する事項、それから管理の推進に関する事項、こういったものを閣議決定することを書いております。次の2ページで、ございます。第4が無人国境離島の土地の所有者等の調査でありまして、これを国土交通大臣に義務付けております。そこにありますように、国土交通大臣は内閣総理大臣の総合調整のもと、関係行政機関の長と連携協力して、無人国境離島の土地の所有者、括弧飛ばしまして、地盤及び地目並びに、利用の実態についての調査並びに、境界及び地籍に関する測量を行うということで、地籍調査の項目が主でございますが、地籍調査プラスアルファの項目も加えて、これを国土交通大臣の義務にするということでございます。括弧2以下は飛ばしまして、2番の国土調査法の順用ということで、基本的には国土調査法の強制権限等をこの場合においても順用するという法制にいたしております。第5が無人国境離島の適切な管理の推進でありまして、1番が標識の設置、国は無人国境離島において我が国の領土であることを示す標識を設置するものとする。次のページあります。括弧に地方公共団体は無人国境離島において当該地方公共団体の区域であることを示す標識を設置するよう、こちらは努めなければならないといたしております。2番が公共施設の整備、国及び地方公共団体は無人国境離島において灯台、護岸、気象観測施設、その他の公共施設を整備するよう努めなければならないといたしております。3、定期的な巡回、国は無人国境離島のうち国が所有し、または管理する土地について定期的に巡回するものとすると。4として自然環境の保全
等の活動を挙げております。国は無人国境離島の土地のうち国が所有しまた管理する土地について必要に応じ生態系に関する調査、鉱物の探査、その他の自然環境の保全及び資源の適切な利用に関する活動を行うよう努めなければならないこと、国は無人国境離島の土地について所有者その他の者が自然環境の保全等の活動を行うときはその支援に努めなければならないこと、5番が土地、国の所有する以外の土地の適切な管理の措置ということで、1が内閣総理大臣は無人国境離島の土地のうち国が所有する以外の土地について適切な管理が行われるよう当該土地の所有者に対し必要な助言を行うよう努めなければならないこと、2、内閣総理大臣は1の土地について国において適切な管理を行う必要があると認めるときは買い取り、借り上げ、その他の必要な措置を講ずるものとすることということにいたしている。これは、任意の買い取りであります。で第6が無人国境離島等の土地の収用で、土地収納収容を定めました。国は無人国境離島のうち周辺の海域における海洋資源の状況、我が国の領域主権、主権的権利等を害する行為の発生の状況、その他の事情を考慮して特に管理を強化する必要があると認める島の土地であって、民間による利用の見込みがないこと、その他の理由により、当該島の管理を強化するため国が所有することが適正かつ合理的に認めるものについて収容することができるということで、収容ができるということをここで、決めました。それで次のページに行きますが、あとは手続き的なことで、まあ、4番に書いてますように、この土地の収用についてはあの土地収用法を適用するということで、土地収用法を適用することにいたしております。第7が課税の特例でございまして、まあ、この土地の収用については5000万円まで譲渡所得の特別控除の適用があると、まあ、これはもちろん租税特別措置法で改めて決めなきゃなりませんがそういうことを入れております。まあ、第8が罰則、第9が施工技術等でございまして、まあ、あのこれはまさに緊急を要しますので、私どもといたしましては、まあ、いろいろとあの離島関係の諸施策ご検討中でございますが優先的に、ご処理をいただければと考えているところでございます。まあ、以上でございます。はい、どうもありがとうございます。この法律は今東京都の石原都知事が今尖閣について都が保有するということを妨げる法律ではないと、それも当然あの認められるという内容になっているということを補足しておきます。それでは先生方からご意見ご質問のよろしくお願いいたします。石田先生お願いします。それで今のその尖閣の話なんですけれどもね、というよりも尖閣をだから収容することを念頭に置いてるわけですよね。これむしろだけじゃないんですけれども当然それも収容することができてくるんですね。それでちょっと整理させていただいたんですが、先ほどのその石原都知事の発言でもしもあれ買うとですよ、東京都のものになったあそこは東京都の行政権というなんてじゃないんですよね。沖縄県の石垣市なんだけれども所有者がするで そういうケースというのは具体的にあるんですか。これ国有地、国の財産のような権利なんです。その辺ちょっとその辺のちょっと整理もしてても、はい、つまりね、あれあのあの話はある種だ心情的に賛成なんですがね、心情的に、しかし本当の方向性としてねどうなのかと、むしろこちらの方でですね対応すべきだと我々は言うべきだと思うんですよ。ちょっとそのことがあるんでその辺のところをお聞きしたいんです。磯崎先生お願いします。まずあの一般の地方自治法の論理から言うと、あの地方公共団体がその当該地方公共団体の区域以外に不動産を所有することはこれいくらでも例があります。まあ、あの役場が当該区域でないところもありますのでね、そういうこともあります。これいくらでもあるんです。その一形態でありますから、まあ、そのこと自体は何も問題ありません。でこの法律どうなるかといったときに、先ほど言いましたようにあの第6の収容からは地方公共団体を外してますから、仮に東京都が取得した場合にはこの、第6のこの 法案による土地収用はできません。できませんがその上の第6のすぐ上にあの5番のカッコリというのがあって、内閣総理大臣は必要があると認めるときは買い取り、買い上げその他必要な措置を講ずるものとするという規定を入れてます。まあ、あの任意にその東京都と協議をして買い上げることは何にも妨げるものではありません。なんかの場合ですね。
西田先生どうぞ。国が所有権を持っておくべきだと思いますが、まあ、その前にこれを作る前に東京都がやってそれを妨げないしやった後もう一度国有地にして管理することができると、そういう意味ですね、はい、他ございますか。はい、宮古先生お願いします。例えば尖閣は元は国有林であって、昭和の50年代じゃなくて一桁、まあ、昭和7年頃に民間に売却をしたと、その売却した相手からまた別の相手に所有権が移っているということなんだと思いますので、この所有権の移転について、例えばこの報告義務付けるとかですね、もちろん買い取りということもあるのかもしれませんけれども、そうではない場合にそういうことも明確になるようにしておいた方がいいのではないかと思います。森林法の去年の改正で、1ヘクタール以下の森林であってでも所有者について、まあ、移転のこの届け出を義務付けるとこういうことにいたしましたので、権利の移転があった場合に必ず国が把握ができると、それもですね、各今までは個人情報保護の観点からこの税務当局に対する報告があってもですね、例えば林野関係の部局には報告がなされないというようなこともあったんでありますけれども、必ずその権利関係の移転について、まあ、報告があったときには、必ず別の部局、まあ、この離島の管理をする部局についても報告が必ず上がるというシステムも必要なんではないかなと思います。以上です。はい、磯崎先生。よく分かるわけでありますが、まあ、そこもまあ検討したんでございますけど、まあ、なかなかその規制的なものは難しいかなというのは、まあ、これ、区域を定めなきゃなりませんので、ね、その区域を定めるのに若干難しいところが、まあ、一応その 離島の定義はやしてますけどね、まあ、その無人のとこだけそうやるということの合理性がどうかという点が若干あるのかなと思ったところでございますが、まあ、少しまあご指摘も受けましたので検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。磯崎先生お願いします。はい、ありがとうございます。これまでも議連の中でもその外国人の土地所有についてはこれはなかなか今の法制の下では難しいということで議論が進んでたかと思うんですけども、例えば株式会社等々 その株の売却等々については例えばまず俺に話をしろと、でそれでダメであれば他人に売ってもいいという、そしていわゆるそのファーストリフューザルライト的なものがですね、法のやり方としてあると思うんですけども、例えばこういう中で懸念されるのはその外国人に知らないうちに売られてるっていうのはこれは非常に懸念されることで、でまずその売るときには国に言えと、で国が買わないんだったらこっちに売ってもいいよという、そういうふうな制限をつけるということも、これはやっぱりその WTO 等々で問題があるのかどうなのか、その辺はいかがでございましょうか。じゃあ磯崎先生。磯崎先いやもちろんそのあり得ると思いますけどね、まあ要はまあその規制的手法をどこまで取るかということで、結局この法律ができれば最終的に変な人が取得したものを国から収容されるよという大きな最後のところがですね、無駄な抵抗するんだということができるわけで、最終的に外国人が取得したような場合はね、という取得されて最後の土地をかけるよというのを、まあ、担保することで、まあ、とりあえずはいいんじゃないかと、それはいろいろさ、まあ、さっき報告が検討いたしますけれど、まあ、報告とか、まあ、あるいはその取引の場合はまず国と話をせという、まあ、取り入る手段だと思いますが、まあそこまで最初からやるかどうか、その緊急性との、まあ、その手段のバランスと言いますかね、今のバランス感覚ではこのくらいでどうかと思ったところでございますけど、もちろん先生方の今先ほどからのご指摘は十分取り入れる手法の一つであると思います。引き続き検討させていただきたいと思います。はい、山本先生お願いします。まずですね、収容最後に、国が
収容をかけれるというそこの歯止めをかけるという非常に大事な視点だと思うんですよね。それで山谷先生にお伺いするんだけども、その外国人の土地、このことについて今磯崎さんからもお話しあったが、非常に前に向いて進めたいけれどもいろんな壁があるというそういうところなんですけども、今のその最後の歯止めをかけるというね、その収容ということで、そんな形で進めていくような対応策というのが取れないのかどうなのか、ちょっとご見解を。山谷先生お願いします。安全保障と土地法制を研究する議員の会の立ち上げの最初はですね、やっぱりそういう議論をいたしまして、アメリカなどではエクソンフロリオ条項といって大統領と諮問委員会みたいなのがあって、決定プロセスはもう公表しなくてもいいということで、その資本がここを買うのはダメだということを言うことができるんですね。割合最近も東海岸に、中東の国が買おうとしたのをダメだというふうに大統領権限で否定したというようなことがあります。で、日本の場合は WTO で投資の自由で例外情報を設けないまま外務省が条約を結んでしまっているので、なかなかこの外国人を排除するというような形の法整備ができなかったというようなことです。それでこれは無人国境離島だけにしましたけれども、本当はですね安全保障上重要な土地というのも今後入れたいというか、今後検討してぜひいただきたいなというふうに思います。で、島に関しては、例えば五島列島の近くの島が1500万円でインターネットで売り出されちゃうと、誰が買うかわからないというような状況が、あちこちに全国で出てきております。それから対馬の自衛隊の横がですね、韓国資本によって買われてしまってるんですが、あれも実は持ち主がですね、防衛省に買ってくれと、たかだか5000万円だったんですよ。それを防衛省は拒否してですね、拒否っていうかお金がないからということで、そっち側に売られてしまったということで、今日本の状況は非常に情けない状況にありまして、そういう皆様方の問題意識も深く共有して、これを早く法制化して成立させて、次はそちら側に移っていきたいと思っています。ありがとうございます。この議連の方でもまたこの問題非常に大事な問題ですので、さらに森林の方とかいろいろありますから、水資源含めての検討していきたいと思います。他はございますか。よろしいですか。はい、じゃあ皆さんが了承していただいたということで、最後報告とか、あるいは今言った国と法にを相談するとか、いろんな指摘事項についてはさらに検討を進めると、細部は、事務局の方に一任という形で、成長のラインの方にこれを乗っけて議員立法として国会に提出すべく進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。それでは最後に石破委員長の、いいですか。はい、わかります。それでは今日の、領土委員会を終わります。どうもありがとうございました。